お疲れ様、ティーゼ。スラントの動きが前よりも良くなってたよ。そうですか、よかった。もしかしたら早速効果が出たのかもしれないです。効果？さっき先輩が教えてくれた剣への愛情ですよ。この子を大切にしよう、一緒に歩んでいこう。そう思ったらいつもよりこの子が少し軽く思えたんです。本当かい？それならよかったよ。じゃ、片付けをしてお互い寮に戻ろうか。あの、ユージオ先輩。ん？なんだい？ユージオ先輩とキリト先輩って次の反則日はご予定ありますか？ううん、特にないよ。あいつも多分暇してると思う。ロニエと一緒に考えたことなんですけど、みんなで野遊びに行きませんか？野遊び？はい、学院の敷地内にある森にみんなで行って一緒にお弁当でも食べれたらなと思って。あ、もちろんお弁当はロニエと私で用意しますので。そうだ、僕たち先輩なのに君たちの親睦会もまだしてなかったね。気を使わせちゃってごめんよ。そんなことないです。私たちが先輩たちとゆっくりお話しする機会が欲しくて。おね、ありがとう。それじゃあその提案に乗らせてもらうよ。キリトに声をかけておくね。あいつがちゃんとロニエの指導生をやれてるかどうか心配なところもあるしね。うん、それは大丈夫ですよ。だってロニエったらいつも。え？お、いえ、なんでもないです。ではよろしくお願いします。だからハイノルキア流の上段の構えから放たれる斬撃で、事前に備えるものは一つしかない。真上からか斜め右上から。その他の軌道は必ず足を踏み替えるから、それを。なるほど。ではどうやって真上か右上かを見分けるというとだな。はい。心配したけどロニエとはうまくやってるようだな。話の内容はさておき。ちょっとユージオ先輩聞いてるんですか？ごめんごめん、聞いてるよ。で、なんだっけ？もう聞いてないじゃないですか。そのあんまり森が綺麗だからつい。珍しい動物もいるし。珍しくなんてないですよ、ユージオ先輩。あんなの外区に生えてる木にだっていっぱい住んでますよ。へえ、そういえばティーザは王都出身だったよね。家は近いの？実家は八区ですから、学院のある五区からはちょっと遠いですね。そうなんだ。あれ、ティーザは貴族出身なんだよね。貴族の屋敷は三区と五区に集まってるって聞いたけど。父は一応六等爵士なんですけど、でも下級貴族もいいとこですから。あの池のほとりがいいんじゃないですか？うん、あそこが良さそうだね。もーい、キリト、ロニエ、あの池のほとりでお昼にしようよ。あー、腹減った。あの、私たちが作ったのでお口に合うかどうか。あー、すっごく豪華な料理だね。二人ともすごいな。おお、さすがだな。ちょっと待ってくださいね、店名を確認しますから。全部の料理の店名確認しました。よし、それじゃあ。キリト先輩、食前のお祈りと聖句を唱えてからですよ。あ、おっと、そうだった。それでは、アビアドミナ。うまい。
羽地家庭に勝るとも劣らない味だぞ。ロニエ君、ティーゼ君。本当ですか？うん、すごく美味しいよ。でもこれだけの材料を揃えるのは大変だったんじゃないの？実は初等練士は安息日にしか外出できませんので、キリト先輩にお願いして昨日買ってきていただいたんです。え、そうだったの？言ってくれれば僕も買い物に行ったのに。ユージオ君は図書館にいたからな。俺一人で済ませてきたというわけだ。まったく。それにもうそこまで打ち解けていたなんて。キリト先輩は怖そうだけど本当は優しい方なのはすぐに分かりましたから。そうなのかい？まあともかくキリトがちゃんとロニエと打ち解けてるならよかったよ。なんだ、ユージオ君はそんなに俺を心配してくれていたのかい？そういうわけじゃないけど、まあキリトはいつもなんだかんだ言って宿屋のおかみさんや子供に知らない間に好かれてるからね。確かにそう思えば心配する必要はなかったと言うべきかな。そうだ、先輩たちは長い間一緒に旅をしていたんですよね。ああ、修験学院に入るまでの1年ぐらいかな。キリトと来たら旅の道中いつも破天荒なことをして周りや僕をびっくりさせてたよ。へえ、どんなことですか？聞かせてください。おい、ユージよ、余計なことは喋るなよ。じゃあまずは僕たちが農場に居候してた時のことから話そうかな。あれは確かキリトが朝寝坊しそうになった日のことで。おい、それはダメだって。先輩たちの旅って本当楽しそうですね。しばらく忘れられそうにないです。ユージを覚えとけよ。君の武勇伝を話しただけで変なことは言ってないじゃないか。いや、それが恥ずかしいんだって。もう4時半ですか？はい。本当だ、そろそろ戻らないと2人は門限に遅れちゃうね。おいしいお弁当ありがとう、ロニエ、ティーゼ。ユージオ先輩、今日はありがとうございました。こちらこそありがとう。お弁当もおいしかったし、親睦会をできて楽しかったよ。改めてこれから1年間ティーゼにはお世話になるけど、僕もだからいつでも遠慮なく頼ってね。はい、ユージオ先輩、これからもどうかご指導よろしくお願いしますね。うん、君に僕の知るすべての剣術を教えるよ、ティーゼ。やあ、おい。やれやれ。お疲れ様です。いや、ロニエにティーゼ。珍しいね、二人と食堂に来る時間が合うなんて。はい、あの先輩。もちろんだよ。わー、嬉しいです。そういえばキリト先輩とユージオ先輩っていつも一緒にいますよね。うん、
2年ぐらいはずっと一緒にいるかな。同じ衛兵隊に半年いた後にこの学院に入ったからね。まさに俺とユージオ君は運命共同体だからな。何その運命共同体って。同じ道を目指すものってことだよ。なんだかお二人ってとても仲が良さそうで羨ましいです。似た者同士はよくつるむものですな。さしずめ、新たな曲芸の打ち合わせでもしているのだろう。次の出し物を楽し…そうですな、ライオス殿。まことに、しかし奴ら、貴族の子女をそば好きにするなど。案ずるな、ウンベール。貴族とはいえ、六刀。アンティノス集権士殿に、ジーゼック集権士殿、何かご用件でしょうか。貴様、無礼だぞ。ライオス殿の名を口にするときは、そして私を呼ぶときは自責をつけたまえ。落ち着け、ウンベール。曲芸師は芸の打ち合わせに忙しいゆえ。まさにそうですな、ケン。あの、今のって…ごめん、二人とも。僕たちと一緒にいたせいで巻き込まれちゃって。いえ、そんなことはいいんです。アンティノス上級集権士殿とジーゼック上級集権士殿はキリト先輩とユージオ先輩にいつもあんな態度を。ああ、初等練士の頃からだよ。もう慣れたけどな。同じ上級集権士なのにですか。仕方ないよ、相手は貴族だ。いや、貴族がみんなあんな人ってわけじゃないけどね。ティーゼとロニエは僕たちに平等に接してくれるし。そんな、当然です。それどころか、先輩たちは衛兵隊からのわずかな推薦枠として選ばれて学院に入って上級集権士になったんですよね。私たちはそんな狭き門を通ってきた先輩たちのそば好きになれて光栄だっていつも思ってるんですよ。そんなに褒められると照れるな。うん、なんだか恥ずかしいよ。でもライオスたちには気をつけてね。もしあいつらに何か言われたら僕たちにすぐ相談してくれ。そうだな、学院則に背くようなことはしないと思うけど、何をするかわからない連中だから。はい、気をつけます。それじゃあ先輩方、また放課後に。本日も稽古よろしくお願いします。うん、またね。次の授業は確か風素の生成についてだっけ。あ、宿題忘れたかも。まったく何やってるんだよ、剣の練習ばっかりしてるから。それにしてもライオスとウンベールがティーゼとロニエにまであんなこと言うなんて。ああ、五等爵士以下の貴族をバカにしてるのは知ってたけどな。気をつけておいた方がいいね。僕やキリトは慣れてるけど、ティーゼたちがいじめられたらあまりにかわいそうだ。キリト？いや、なんでもないよ。時間もやばいし、教室まで急ごうぜ。え、うん。さっき、なぜか嫌な予感がした。気のせいだと思いたいが。ユージオの言う通り、今後のライオスとウンベールの動きには気をつけるようにしよう。
課外授業から数日後。さてと、ユージオ君、軽く稽古でもどうかな。僕は全く構わないけどね。でも、もうすぐ上級新星術の試験だよ。しかも筆記の他に、キリトの苦手な闘素生成の実技もあるよ。仕方がないか。稽古は諦めて、試験勉強でも。待って、キリト。ん？やっぱり稽古に付き合うよ。それはありがたいけど、新星術の試験もあるしさ。闘素生成の練習は次の機会に僕が手伝うよ。だから今日は僕の稽古に付き合ってほしいんだ。そこまで言うなら構わないけど、急にどうしたんだ？この間ロニエやティーゼと課外授業を受けた時のことを覚えているかい？もちろん。衛兵隊から聞いていた以上に獣が凶暴で苦戦したんだよな。あの時僕はキリトのように動けなかった。仕方ないだろ、突発的な状況だったしさ。でももしかしたらロニエやティーゼに大きな怪我を負わせることになっていたかもしれない。実戦経験が少ないからなんて理由でいざという時に行動できないのは悔しいだろう。まあそうだな。というわけだからキリト、今日は僕の特訓にとことん付き合ってもらうよ。わかった、任せろ。それじゃ修練場へ急ごうぜ。おや、ユージオ修剣士、それにキリト修剣士も。げ、ちょっとキリト、何か言ったかな？いえ、何でもありません。こんばんは、アンティノス修剣士殿。無礼ではないか。ライオス殿を呼ぶときは首席修剣士殿をつけるべきであろう。まあ良いではないか、ウンベール。それじゃあ俺たちは向こうで稽古をするので。うん、頑張りたまえ。ライオスとウンベール、彼らの巨大な自尊心が剣の威力を高めていると考えれば、あいつらが首席と次席になるのも納得せざるを得ないかもな。キリト、どの稽古から始める？あいつらが修練場から出ていくまでは。賛成。それじゃ、いやはや、いつもながらユージオ殿の稽古はくしきものよな。毎晩毎晩あればかりだが、全くですな、ライオス殿。気にするな、ユージオ。うん、分かってる。聞けばユージオ殿はどこぞの田舎で木こりをしていて、剣技の一つも知らないそうですぞ。そのような事情があるのなら、同じ寮で修練する者としてせめて型の一つなりとも矜持差し上げるべきだったかな。おお、ライオス殿の画寮たるや、まさしく杓子の鏡というものですな。どうかな、ユージオ殿。ライオス殿のお言葉に甘えて指導を受けていってば。確かに二度とはない機会かもしれませんね。それではお言葉に甘えて。おい、ユージオ。前にライオスたちは自尊心を剣に乗せ強さにしているって言っていただろう。僕にはそれが納得できないんだ。高い身分を鼻にかけ、自分たちより下位の借家に生まれた生徒や平民での生徒を見下し、
そんな彼らの心根が剣に力を与えるなどありえるのだろうか。わかった。でも気をつけろよ。うん、ありがとう。それでは早速そこで型を披露してみたまえ。いえ、せっかくのお申し出ですから、型の公表よりもジーゼック殿の高貴なる剣を。なんだと？それはつまり我が剣に打たれたいということかな。それはもちろん寸止めでお願いしたいですが、しかしこちらは指導を請う立場、この上注文するのは無礼というものでしょうね。ほほう、なるほどなるほど。初撃決着でも構わんと申すか。よかろう。我が剣技を有事を集権しに披露しようではないか。では参るぞ、ハイノルキア流の神髄、その身をもって学ぶがよい。しらその無様な姿に流派の卑しさがにじみ出ているぞ。あわよくば次の検定試合で俺やライオス殿に取って代わろうと思っていたんだろうが、そうはいくものか。この場で右肩砕いて当分剣を触れなくしてやる。勇者、恐れるな。そうだ、僕はバカか。剣士が怪我を怖がってどうする。せっ、そこまで。この立ち合いは引き分けとする。ライオス殿、俺、私がこのような田舎剣士と引き分けるなど。ウンベール。は、わかりました。貴殿の真なる技、大いに楽しめたぞ、有事を集権し。お気遣い、痛み入ります。アンティノス集権し。次は、私が貴殿に力というものを見せてやろう。僕は今でも構いませんが。剣を振り回すばかりが戦いではないぞ、無声の輩。見事な剣技だったぜ、ユージオ。まだまだだよ。でもウンベールが剣に込めていた貴族の自尊心を源とする力は、次に戦うまでに僕も見つけないといけないな。剣に込めるべき何かを。大丈夫、ユージオならきっと見つけられるさ。焦らず、ステイクールで行こうぜ。なんだって？ステイ…今のは、アインクラッド流の極意その1だよ。別れの挨拶にも使うけど、じゃあまたな、みたいな感じで。へえ、分かった、覚えておくよ。それでユージは、稽古はどうする？もちろんやるよって言いたいところだけど、思いのほか疲れてるみたいだな。悔しいけどね。ずいぶん集中していたみたいだし、仕方ないさ。稽古はまた今度にしようぜ。ありがとう。僕はもう少しここで休んでいくよ。わかった、先に寮に戻ってるぞ。うん、ステイクールな。別れの挨拶つっても日常的に使うような言葉じゃないんだ、それ。もうちょっとちゃんとしたお別れっぽい時に撮っておけよ。ふーん、ややこしいんだな。それじゃ、また後でな。
ドニエ、ティーゼ。ユージョ先輩、キリト先輩。また課外授業への参加が学院から打診されたんだけど。もちろん行きますよ。ティーゼも問題ないかい？はい。ただ、ん？なんだい？課外授業が終わった後、少し話せたりしますか？もちろん大丈夫だよ。ありがとうございます。それじゃあ準備ができ次第出発しよう。